リアです。リエです。ミハルです。ヨマです。リサです。さやかです。せーの、ビフォーユーです。ですね、今回3人ほど新しいメンバーが、追加されました、結構みんなと私はワイ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 やってますね。すごい仲良くさせていただいてます。新曲なんですけれども、タイトルは奇跡、今回また歌詞を書かせていただいたんですけれども、今回の楽曲は今まで結構元気な曲が B4U は多かったと思うんですけれど、ちょっとダイブに近い感じの、まあ、ダークな大人っぽい新曲となっております。なのでちょっと今回は私の方も歌詞は見ていただければ分かると思うんですけれども、系統が少し変わってるかもしれないです。これからは、まあ、大人な B4U も見ていただきたいと思います。私小坂理由の、最近のマイブームは実はベビーせんべいを食べることです。結構あれは味とかないんですけど美味しいんですよね。すごいジャムとかつけて食べると大人でも食べれるような美味しいお菓子になりますので、ぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。結構美味しいです。サクサクしてて多分健康に悪くはないと思うので、ぜひ食べてみてください。
やっぱり。来ました。雰囲気を感じてほしい。魂込めて歌ってきます。吐き出すぐらいに。6人での、まあ、初めての新曲になるんですけども、題名通りに、ちょっとこう勇気が持てるというか、奇跡を信じて次の道に行こうというか、ちょっと今後のオタハチの B4U にもつながるんじゃないかなと歌詞的には思いますので、最近のハマっていることお笑いが昔から好きなんですけど、またさらに今ハマってまして、ほぼテレビが多いですかね。24時間やってたりとかする番組とかもあったり、深夜が結構ツボですかね。ロックな感じなんですかね。ロック聞くの。ちょっとアラリスモリセットとかそんな感じで。終わりました。こんにちは、ノリアです。今回新生 B4U ということで、奇跡という新曲をみんなで作りました。で、新しく6人になって、すごい学校みたいでワイ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 やってて楽しいです。これからの B4U はみんなでいろいろとまた楽しく活動していければいいなと思います。で、もともと B4U にある個々のすごい一人一人の個性を生かすっていうのでも、みんないろんな活動をしてて、それが集まってまた一つのグループとしてもいろいろやっていけると思うので、本当にいろいろ一般的にあるユニットとはちょっと違うんですけど、そういう一人一人を生かすというところでも応援してください。趣味についてですけど、ノリアは無駄にいろんな趣味がいっぱいあります。で、ファンの方からお天気解説ごっこってなーにってよく聞かれるんですけど、主に電話の天気予報の真似をしてます。ちょっと やった方が良さそうなのでやらせていただきます。埼玉県地方の降水確率 0% ですみたいな感じで、一人でやって喜んでます。なんとなく分かってくれたかな。あとはドライブは乗るのも
運転するのも好きなので、で南さやかちゃんもドライブが好きなので、今度一緒に乗せてもらいたいなとか思ってます。そんな感じでした。はい、してや、今はわかるんですけど、みはるパートだけ聞こえてきて、今あメイク待ちしてるからいいわ、ね、知ってた、うん、もう撮り始めた、あなんか、うん、しめじ、しいたけ、違う、なめこじゃん、なめこ、なめこ何回も難しいやろ、結構覚えにくいんちゃう、はい、チーズ、はい、ありがとうございます。はい、この度のシングル曲奇跡についてですが、作るにあたりまして、僕が、意識したのは実は、ダイブなんですよね。まあ、ダイブはご存知の方多いと思いますが、B4U の第1弾シングル、あ、シングルじゃなかったっけ、デビュー曲ですよね。デビュー曲として作った曲です。で、まあそのダイブは今思い返せば、まあ正直言って青臭い部分が多々残っている楽曲で、しかし、今日の B4U を、作った、曲でもあると。で今新たなるメンバー3名を追加して、6名として発表する第1弾としてダイブをなぞるような、再出発かな、再出発っていうものをキーワードに、して、その時にその際に、やる曲はまあひまわりとか力とかっていうようなそういうロックナンバー、明るいロックナンバーですよね。そういうものが昨今の B4U には、B4U の楽曲の中ではすごい人気を博しているのは、まあ、僕の方も把握しているんですが、あえてダイブを意識し、ダンスチューンですね。だから僕流のダンスチューンで、攻めていこうと、そして作った曲でございます。でもノリアが使ってんのはこっちでした。皆さんこんにちは、外花梨沙と申します。新生 B4U の新規メンバーということで新しく入らせていただきました。新曲の、奇跡についてですが、まあ、タイトルの通り奇跡ってそういうのを題材にされてるんですけれども、私としてはですね、 B4U になれたっていうことがまず第一の奇跡なんで、それで一番初めに歌わせてもらうのが奇跡っていうのがすごくだからありがたいですね。B4U になれて、まあ、夢が叶ったわけですから奇跡が起きたわけですよ。だからそれが嬉しいんで、今回だからそういうのも踏まえながら歌わせていただいてます。私はいろんなところで話しているんですけども、ビーマニーの音ゲーをよく
やってる人間なんです。でそのゲーセンとかでいろいろ見ててオーディションとかを送ったので、今までゲームとかいろいろしてきました。ポップンとかギタフリーとかドラマニーとかが特に大好きでですね、よくやってるんですよ。最近はですね、ギターのスキルを上げるのが楽しくて必死に、今のところ760ちょっとね、低いですね。なんですけれども、まあ、それがどんどん上がるように。ここだけの話、私はオルタピッカーなんでパーフェクトが出ずに苦しんでますが、ダウンだと腕が疲れて持たないのでオルタで頑張ってます。ダウンも頑張ります。まあという、なんかちょっとね、変なやつなんですけれども、精一杯頑張っていきますので、どうぞ皆様応援してください。頑張ります。ありがとうございました。失礼します。はい、どうも。どうもです。行ってみようかな。はい、覚えた？多分大丈夫だと思います。ゴールは遠いからこそスタートする意味がある。あ、瞳の奥に見えた霞んでる景色には、お、はい。よし。何今の。今度ティーズでなくしよう。いきます。いいな、これ。あれしかないでしょ。花という字をこうはしょって希望してしまうという花になっちゃう。それぞれの花が咲く運命を決めるから。え、いけますか？いけますか？あ、なんかリサちゃんにすごい歌うまかった。もう一回行こうか。あ、考えていいですね。もう一回行こうか。もう一回行こう。もう一回二番の最初から。オーケー。はじめまして、こんにちは。新しくメンバーに入りました南さやかです。6人になって、今までのパワーも倍になったと思いますので、今までにない新しいカラーを出せたらいいなと思います。今回の新曲はとても前向きな曲なので、みんなが元気になってくれるといいと思います。あと私がソロパートで歌う部分があるんですけど、曲の2コーラス目になるんですけど、すごい頑張ったので聴いてください。奇跡はとてもいい曲なので、何回もみんな聴いてください。私の趣味はドライブなんですけど、夜一人とかでもどんどん遠い方まで行ってしまうんですけど、自分の家が結構明かりがないので明るい方に行きます。あとパフェがすごい好きなんですけども、お友達と遊ぶときはいつもファミレスのはしごをしたりします。それで美味しいパフェ屋さんを探しに行ったりしてます。だからどんどん太ってしまいます。こんな私ですが、よろしくお願いします。
新規の B4U に入った有沢美晴です。これからの B4U は、まあ、6人ってことになったんで、まあ、元気に皆さんに元気を与えられるようになりたいです。これの新曲の奇跡は、皆さんのそれぞれの奇跡的な境遇とかに当てはめてくれたらすごく嬉しいです。それからお気に入りの一曲にもなってほしいなと思います。好きな食べ物は駄菓子が好きなんですけど、一番好きなのは梅ジャムヌってこう食べる、名前わかんないですけどパリパリしたやつが好きです。あとヨーグルトのこういう食べるのも好きです。あんず棒とかも他にも好きなのいっぱいあるんですけど、今は駄菓子がブームです。友達とかやったら別に言い訳聞くけれど、お前そんなもん言い訳聞かへん。ですね。お客様方には。そうです。バカですね。バカだ。バカだ。すごい。バカさ。無事に終了しました。楽しかったです。一緒のコメント楽しかった。I'm not afraid to die.
Grab my heart. 100 combo.